品の高見高見対大場所、はい、右の相四です。そうですね。どこに注目されますか。相四なんですけど、振り役だからですか、はい、左もさせますからね。高見下がりは、はい、両方させますんでね。こちらどういうふうな形になるか楽しみですね。はい、振り役親方、高見下がりに先ほど話を聞いたら、ちょっと稽古をする時間はなかったけれども、トレーニングは積んでいますというお話でした。そうですね、はい、まあ、ちょっとこう、体小さくなりましたけど、気迫と気合はまだありますね。そうですね。はい、片や法務省の須田川親方は先月30日、断髪をしたばかりですもんね。そうですね、まだまだ苦しそうな体しますしね。ちょっとこう、体つき見ると、須田川親方の方が止まるような感じですね。なるほどね。立ち合いの攻防、どちらがまず右を差すかというところでしょうか。そうですね、いろんな展開が予想されるんですけど、まあ、右を差しに行くのは確かだと思いますね。はい、もしかしたら高見盛りの下り差しを狙うか、